コメントでわざわざなんか何々ちゃんに推し編しましたとかはね、多分どのメンバーも傷つくと思う。そうだから、そういう方はね、黙ってそう、こっそりこうね、そう、遅延しましたごめんなさいって。いやもうね、全然謝らなくていいんです。それはもうね、やっぱり一番自分が魅力的だと思う人をすべきだと思うので、そうだからね、全然それは皆さんのね、人生ので誰を推すかはもうね、人生楽しんだもん勝ちなんでいいんですけど、そうね、わざわざ言っちゃうとやっぱりそういうコメントを見たら誰でも傷つきますよ。そう、誰でも傷ついちゃう。メンバーみんな一生懸命頑張ってるから、推し変ってことはもうあなたを応援しないですってことでしょ。そう、こう頑張ってるのに応援しないですって、面と向かってっていうかね、コメントはなんだろう、面と向かってじゃないけどね、そういうのもコメントって気軽にできるじゃないですか。そうだからね、そういうもし軽い気持ちとかで言ってるんだったら、こう滝野を傷つける覚悟で言ってほしい。そうなんかなって思う。もうなんか嫌がらせとかだったら全然いいっていうか、なんか傷つけるつもりで言うんだったら、まあなんかそういう人なんだってね、ちょっとよじれてるなってなるけど、そう、まあ自分がね、やられたらね、嫌なことはね人にしちゃダメって幼稚園の時に教わってるじゃないですか、皆さん多分保育園とかね。